温泉水ゴマツボは、副足鉱板属目、水ゴマツボ科に属する巻貝の一種。日本固有種で、大分県湯布市のみに生息する。全長約4ミリメートル、直径約2.5ミ、mm、リメートルの金色をした小型の炭水貝類で、各表には天国列がない。苔を主食とする。36摂氏45度前後の温水域を好み。 温泉が流入する水路に生息する。海中では熱水交渉のような高温環境に生息する海類が知られているが、陸上の温泉に生息する海類は知られておらず、本種は温泉の周辺域に生息する唯一の海類であるとされる。現在は大分県湯布市の湯布院温泉にある近隣湖近くの水路のみに生息している。かつては 大分県九州郡九十町の宝泉寺温泉や、別府市の亀川温泉等にも生息しており、模式標本産地は宝泉寺温泉であった。しかし、湯布以外では1960年代以末には生息地が消失した。絶滅危惧愛類、絶滅危惧愛,愛類2010年3月31日に、大分県の指定気象野生動植物に指定されている。また、 2013年9月7日には、湯布市の指定文化財に指定されている。生息地が観光地であるため、絶滅が危惧されている。湯布市では、生息域外保全に取り組んできたが、生息地が1箇所で、生息数に限りがあるため、かつての生息地である、旧銀林湖に移植すべく同地での飼育実験を行っている。ありがとうございます。